原口瑠衣、岩手県釜石市出身。大学では防災と社会について学んでいます。防災について学ぼうと思ったきっかけは、釜石で震災を経験したことです。防災について広く発信していくことが、これまで皆さんにいただいた支援に対する恩返しだと思っています。小学校3年生の時に被災しました。家族は全員無事でしたが、何もなくなってしまったことが一番悲しかったです。避難所での生活は葛藤もありましたが、いろんな人の支えが力になりました。私はランドセルも文房具も支援でいただいたものなので、その支援に対する感謝を伝えることが使命だなと思っています。ラグビーワールドカップが釜石で開催されたら、世界中から人々が訪れるので、そこで感謝の気持ちっていうのを伝えることができると思って、2015年にロータリークラブが主催する国際交流事業に参加して、ラグビーワールドカップをイングランドに視察しに行きました。現地の人に津波は大丈夫でしたかなどと聞かれて、世界中の人が被災地に思いを寄せているということが分かって嬉しかったです。2018年宇野住まいのスタジアムが完成した日、記念試合が開催された日にスピーチさせていただきました。自分が伝えたいことを書いては削って考えました。いろんな人からスピーチ聞いたよや防災意識が高まりましたって言われて、自分がやっていることは小さいことだけど、この動きの積み重ねが世界を変えるきっかけになるかもしれないと思うようになりました。やっぱり防災っていうのは固いイメージがあるんですけど、私は自分が大好きな街を守りたいっていうことが防災だと思っています。自分の好きな街を守りたいだったり、自分の大切な人を守りたいっていう思いが防災につながると思うので、私はこれからも防災に関する情報発信を行っていきたいと思います。